こんにちは、いいですか、はい、二人なんですけど、はい、なんか今でも飾ってくれているのでしょうか、風に心を開けば見慣れた街の景色も白く染まる。
なんかね、すごいちょうどいいんだよすごいね、ベストな味付けだよね。これ幸せだね、おいしいね。ご飯をおかずに半週食べてたけど、半週食べてた全然本当だよ。大丈夫なんかね、大人のお子様ライスみたいな感じうまいこと言うねもう何年ぐらいお店やってらっしゃるんですか？32年かな。うん、すごい長い。いや、うん、あれでも長く続けてほしいお店ですよ。すごく。これ初めて食べる。チビで食べてみようかな。うちのお父さんがね、お刺身食べるときね、ほとんど一味で食べるんだよね。なんかちょっと真似してみようと思う。いただきます。これあっさりいけるね。あ、なんかちょっと程よい脂身に合う感じで。はい、ありがとうございます。来ました。前にね、テイクアウトもね、したこともある。わかるね、ファミリアルです。じゃあね、この裏のとこいただこうかな。皮のパリパリのところ。おいしい。揚げたて一応カードだね。香ばしさ最高。お父さんとお母さんと2人でやってらっしゃいまして、家庭的な料理がね、たくさんあって、カスベの煮付けすごい美味しかったです。実家に帰ってきたような感じでした。いやー、またね、根室の街を散策して帰りたいと思います。